皆さんこんにちは。今回はセブンティーンのジョシュアに関する気になる噂について調べてみました。ジョシュアといえばいつもニコニコと人当たりの良い微笑みを浮かべているイメージですよね。そんなジョシュアがなんと仲間外れになっているのではないかという噂があるそうなのです。一体どういうことなのでしょうか。噂の理由としてはジョシュアの性格が悪いからではないかということが挙げられています。確かにジョシュアは怒ると怖いメンバーだと言われています。しかしジョシュアは怒りをストレートに表現するタイプではないようですね。ドッキリを仕掛けられた時も呆れたように半笑いを浮かべるなど感情を表情で表すタイプのようです。メンバーからも感情が高ぶると目が大きくなると言われているとか、普段あまり怒らないからこそ怒った時は余計に怖く感じるのかもしれません。でも怒るのは当然のことで、それだけで性格が悪いとは言えないと思います。次に仲が悪いメンバーがいるから仲間外れに見えるのではという説についてです。一時ドギョムといざこざがあったという噂がありました。バラエティ番組の収録中、プールで水に落とそうとし合ってジョシュアが首に怪我をしたとか、二人とも相手が先にやったと譲らず、しばらくメンバー内でも話題になっていたようですね。結局真相は分かっていないそうですが、兄弟喧嘩のようなものでドギョムとも仲が悪いわけではないと思います。そもそもジョシュアが仲間外れたと言われている決定的なソースはありません。むしろジョンハンとは練習生の頃からずっと仲が良いことは本人たちの言葉からも分かりますよね。一方でジョシュアよりもジュンの方がぼっちだと感じるファンが多いようです。ジュンはD8と同じく中国出身、言葉や文化の違いもあってメンバーが盛り上がっていてもなかなか話に入っていけないのかもしれませんね。でもそれはジュンがセブチに馴染めていないからではないと思います。ジュンは不思議ちゃんと呼ばれるほどの独特な感性の持ち主、その独特な行動から浮いているように見えてしまうのかもしれません。しかしD8とは仲が良いですし、ジョンハンはジュンを気にかけているように感じます。スンダンとのやりとりもたびたび見かけますよね。ファンの間でぼっちと言われますが、実際のメンバーとの関係を見れば決してそんなことはないと思います。続いてジョシュアの彼女と噂される女性についてお伝えします。まずはアズサという女性。アズサはジョシュアのマスターでファンサイトを運営しています。ジョシュアがアズサからのプレゼントをよく身につけていることやカメラ目線が多いことから交際が噂されました。マスターとはファンサイトの管理人のこと。サイン会などに出向いて写真を撮り自分のサイトにアップするのが主な活動内容です。アズサの撮る写真はジョシュアのカメラ目線が多いのが特徴。ジョシュアがアズサを意識しているのではと言われるほどです。しかしアズサは BTS のジョングクのマスターだったこともある有名なファンサイト管理人。ジョングクとの交際が噂された時期もありました。アイドル側からすると自分を綺麗に撮って宣伝してくれるマスターはありがたい存在。現場でよく見かけるマスターならアイドルも顔と名前くらいは認識しているでしょう。大手ファンサイトの管理人は推しにブランド物のプレゼントを贈ることも多いそうです。アズサとジョシュアの交際については決定的な証拠はなく、マスターとアイドルの関係はよくある噂話だったようですね。次にモデルでインフルエンサーのミヨン。ジョシュアとは匂わせ行動が多いことで有名です。ミヨンの本名はチョミヨン。1994年生まれの29歳、身長167cm、体重 49kg とスレンダーなスタイルが特徴的です。ミヨンのインスタをチェックするとエルサックモデルというモデル事務所のリンクがありました。 E&S エンターテインメントにも所属しているようです。そんなミヨン、過去にはジョシュア以外にも熱愛の噂がありました。2019年の恋愛リアリティ番組ビフォーソムライズに出演しキムソンヨンとカップルになったものの、番組後は交際に発展せず、お互いインスタのフォローもしていなかったそうです。一方ジョシュアとは交際を匂わせる投稿が絶えません。 SNS にはお揃いのアクセサリーやファッションアイテムを身につけている2人の写真が多数アップされていました。服の系統が似ているだけでなく、明らかにカップル向けのペアルックが目立ちます。ジョシュアがミヨンにプレゼントしたと言われているのが高級車のポルシェ。ミヨンがインスタに投稿したポルシェの写真が話題となりました。匂わせではという声が多数上がっています。さらにゴセのロケ現場に
止めてあったポルシェの車もジョシュアがミオンにあげた車なのではと騒がれました。ミオンを同伴していたのかもと憶測が飛び交っています。セブチのソウルコンでは関係者席と思われる場所にミオンの姿が目撃されています。ステージ上のジョシュアがトロッコに乗って近づいてくるとミオンをじっと見つめていたとか、ファンの間では匂わせとも愛のある眼差しとも言われていました。ミオンのインスタにはジョシュアの両親らしき人物とのツーショット写真も投稿されています。腕を組んで親しげに写る2人の女性の後ろ姿、真偽は定かではありませんが、ミオンがジョシュアの母親と仲が良いのではとの憶測も飛び交いました。さらにミオンのインスタストーリーにマタニティマークが映り込んでいたことから妊娠説まで浮上。友人とのやり取りでは結婚おめでとうとコメントされていたそうです。もっともそのコメントが投稿されたのは2年以上前のこと。ミオンが匂わせのつもりでわざと投稿したのではという見方もあります。このようにミオンはジョシュアとの交際を思わせる行動を繰り返してきました。しかし現在は破局したのではとの噂もあります。ジョシュアがインスタの投稿を大量削除したことでミオンとの写真も消えたためです。ただミオンはその後も変わらずジョシュアとの交際を匂わせるような投稿を続けています。最近ではチェンマイに滞在中とのこと、セブチのバンコク公演に合わせて退位しているのではとファンの間で噂になっています。そしてミオンのインスタストーリーにはイタリア旅行番組7ツアーの予告動画のような投稿も。番組内でセブチメンバーがする横に倒れるダンスをミオン自身が踊っている姿が話題に。この動画にはオッパたちに会いに行くんでしょ、女子ペンは敵に回したくないな、など皮肉めいたコメントが殺到しました。一部のファンからはミオンの写真を撮って SNS に上げてほしいという声まで上がっているとか、ミオンの投稿が度重なるたびファンの反感を買っているようです。事務所は何もコメントしていませんが、ジョシュアとミオンの関係については未だ憶測が絶えません。アイドルとファンという関係でこのような行動はファンにとってあまり良い印象ではないかもしれませんね。続いてジョシュアの元カノだと噂される日本人女性トゥワイスサナについてです。サナはジョシュアの元カノで1年ほど交際していたと言われています。2人は音楽番組で共演したことがあり、それがきっかけで交際に発展したとか、ラジオ番組でジョシュアが日本人の彼女がいたと告白したこともあったそうです。しかしトゥワイスの所属事務所 JYP はこの件についてノーコメント。サナとジョシュアの写真など決定的な証拠はなく、真相は闇の中です。とはいえファンの間では有名なカップルとして知られています。最後はジョシュアの彼女として名前が挙がっているアイリーン。アイリーンはイギリス人の一般女性だそうです。ジョシュアとは3年ほど交際しており、両親公認の仲とも言われています。馴れ初めは不明ですが、ジョシュアがイギリス滞在中に知り合ったのではないでしょうか。アイリーンに関する情報はほとんどなく、詳しいプロフィールは分かっていません。ただジョシュアが公の場にアイリーンを連れてきたことがあるとか、写真などの証拠はありませんが、目撃情報は多数寄せられています。アイリーンは黒髪のロングヘアで柔和な雰囲気の美人だそうです。ジョシュアのタイプとも合致していますよね。しかしこの交際もあくまで憶測の域を出ないのが現状です。そもそもアイリーンという女性が実在するのかどうかも定かではありません。ガセネタという可能性も否定できないでしょう。このようにジョシュアには数多くの熱愛報道がありました。匂わせやリアコ疑惑などファンにとっては面白くない話題ばかり。しかし本人や事務所が認めたことは一度もありません。あくまでも噂の域を出ないのが実情のようです。アイドルとしての恋愛はファンにとってデリケートな問題でも、ジョシュアも普通の男性と同じように恋愛をするのは自然なことですよね。ただファンを煽るような匂わせ行為は控えてほしいものです。本当に交際しているならきっぱり認めるか、それとも徹底的に隠すかするべきでしょう。講師のけじめをつけつつ素敵な恋愛をしてほしいものです。ジョシュアのプライベートについては引き続き注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。